モーリス・バレスはフランスの小説家、ジャーナリスト、社会主義者、政治家。ナショナリズムや反ユダヤ主義的な視点による政治的発言でも知られ、フランスにおけるファシズムの思想形成に大きな役割を果たしたとされる。ロレーヌ地方傍受験傍受験シャルムに生まれる。8歳でプロシアによる占領を経験したことがナショナリズムの思想家としての原点であった。 南ー大学法学部に入学するも、1883年、パリ大学に移籍した。作風は、ロレーヌの魂を自我の中に再確認し、土地土地の連帯を唱えた。小説、万族の目の下で、で一躍文明を高め、1889年、南ー地域から会議員に選出、1894年、ドリフィウス事件では、 フランス統一を優先する立場からエミール・ゾラ等と対立した。政教分離についてはこれに反対するカトリック派を支持し、ジャンジョレス、アリスティード・ブリアンだと激しく対立した。1906年にアカデミー・フランセーズの会員に選出された。第一次世界大戦ではユニオン作例を熱烈に支持し、伝統主義、プロテスタント、社会主義ともにユダヤ人にも 三次を捧げた。死去に際しては国葬とされ、故郷シャルムの墓地に埋葬された。政治思想では対照的なアナトールフランスと人気を競い、20世紀前半のフランス青年知識人層に影響を与えた。関連小説三部作、自我礼拝が代表作、また日記体での手帳が著名だが未役。日本では政治的立場のためか役所が少なく人気は あまりない。アンドレ・ブルトン、トリスタン・ツァラを中心とするダダイスとシュルレアリストらが、バレスが極右的な政治思想に傾倒したことを批判して1921年5月13日に即興劇バレス裁判を上演した。これは当時、ダダの機関誌であったリテラチュール誌に掲載され、さらに1981年5月のユリイカ第13巻第6号。 ダダシュルレアリスム特集号に、麻吹良治役、資料、バレス裁判として掲載された。アルベールティボーでは、バレスの思想の背後に、反ユダヤ主義の強い、国家社会主義の信念が予兆として見出されると、指摘した。友人ウィーバーは、1880年代末以降、まず、ブーランジェ運動、ついでハンドレフェス陣営に加担して活躍し、いち早く、 国民主義的社会主義という語を使用したバレスの思想に注目し、国民社会主義の潮流が19世紀末に登場し、かつ根強く存続していることに注意を喚起した。ロバート・スーシーは、バレスの思想をファシズムの前兆であったとし、ゼーブ・スターンヘルは、バレスの思想の中に絶大的な大衆進行、匿名の動物的群衆の中で自我の忘却 民族の共通の意志と運命を体現する指導者の英雄的行為や力強さへのほとんどに一ェ的な情熱、国民を生物学的に構成するもの、大地と死者に対する本能的愛着が見られるとして彼をファシズムの先駆者としている。スターンヘルロンの著作は自国の歴史をファシズムとは無縁なものとみなし、その免疫性を自明の利と信じてきた。 フランス知識人の歴史イコール政治意識を極度に刺激することになり、スターンヘルロン層と呼ばれた月光的な意見対立を引き起こし、その主張は大変刺激的だが、強引な展開や誤解も多く、他の研究者から多くの批判を浴びている。FR、ジーブ・スターンハル・コントラバーセス参照。メコイエース、メコイエース、トーム・アイ。 1896から1898、メコイエース、トーム2。1898から1902、メコイエース、トーム3。1902から1904、メコイエース、トーム4。1904から1906、メコイエース、トーム V。1906から1907、メコイエース、トーム6。1907から1908、メコイエース、トーム7。 1908から1909、メコイエース、トーム8、1909から1911、メコイエース、トーム9、1911から1912、メコイエース、トーム X、1913から1914、メコイエース、トーム X、1914から1918。ありがとうございます。